はい、それでは桜花賞と服場生活ポンちゃんいきますはいえー、先ほどありました阪神バステックスええコラボ買いたいなはい前奏重賞好成績組がいいよって言ってたんですけどすいません不人気の二度来ましたあっちゃっぽうャマロキーコーストと三重のサクシードあっちゃっぱ <laughs> 人気前奏なかったからフロックやいつらってなめてたらあいつら来たもう俺がなめてた俺のよそがなめてたらっしい俺あっちゃっぽうしと思ってみ はい、ラッキーアイラックも、えー、レトルガさんも広報で終わりました。ありがとうございました。まあまあ言いたいな。人気層移動でワイド5000、え、5880円ぐらいついてたの。ワッちゃポーしはい、あちゃャポーしのニュージーランドロフィーどうなるんかなと思って、副賞1点バレちゃう。あと、上階おーいおーい俺を楽しませてくれ。<laughs> 俺に競馬を楽しませてくれ。全然楽しかった今日全然楽しなたよ。うわ、不人気にとるワイド、言うてることを言ってんのにこうてないし、思って。うわ。 もう一頭で絞ったら除外と言われておーい,いと思っておい名称勝,勝負とね、やっあれワイドファラオワイドボックスかそうか <laughs> 言ってたのに消しますって9番から番だけできますよすみません除外ですよありがとうございました泣いたこれは泣いた、うん、これは全米が泣いたこれえっとあ全然楽しなかったけどああマコホジトンボイ飛んでいったしこれ逃げたね逃げ逃げた たら逃げるんと思ってあ逃げたんと思って逃げたらダメですありがとうございましたこれバンテ追走かちょっとちょっとちょっと差してほしかったんけどねはい話が違いましたありがとうございましたはいえー、今日も本田レケットでは行きましょうかレッチェョはいそれでは出走票の前にすごい今日悪かった てかまだ最終終わってないんちゃんすいません。今日ちょっと放送早すぎるんで、まだ4時半前です。すいません。まだ何回も終わってないんですか中山12です。まだやってません。すいません。はい。慌てすぎました。はい。見ときますか東小法事省です。はい。まあ、ええんやけど。まあ、いいんですけど。はい。トンボイさんね。うん。 はい、こうスタート、行ダッシュやって、あっ、点モーターと思って、あそこまでおっさんでいいんやけど、あああ、花を奪いに行ったな、七子さーんと思って、七な子なさーんと思って、いや終わった、と思って。<laughs> ちゃうねんな、逃げるんじゃなくて、番手から刺してほしかったんですけど、ここまで花を奪いに行くと思ってなかったん、ね、で、前半33秒9ですか、いや、開幕者、中山、中山者、福島やから出て言な、そうじゃないね そうじゃない、あね最近のこの週のね開幕週のねこの時期の福島はね意外と差しが効くんですよって言ってたんですけどすみません45番手6番手ぐらいからチュンって差し欲しかったんですけどすみません前半33秒9で飛ばしたらもつりありませんありがとうございましたうちで大失速ですねこれねうんそうそうこのね4番ぐらいやっけ4番とかそう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 、この競馬を俺はしてほしかったんですけど注文できます。ん4番2番ぐらいの競馬してほしかったんやろ合流はい終わりましたはい この舞台四足す2は六、ああ簡単な足しになったほうがいいす2は六やってくれああもういいですかありがとうございましたおいあおいはいでえーそれでは気を取り直してあおかしですねはいおかし行きましょうはいおかしですけどほんとね馬券ちょっと迷ったんやけど えっとはい。えー、印は合計7通ってますね一応はい7通ってます。うん。で、えー、まあちょっと軽視してたグランレグリエもちょっと評価上げまして、えー、っとまず上位2頭、えー、の説明の前に、今日のババ見れば大体この印が全部出てくるかな。はい。 えっとねもう先週からちょっと言うとってうちがちょっととりあえず今まで以上に綺麗でいつもね阪神の外回りでこの時期になってくるとねえー、前も言いましたえー、ハープスターとか、まあ、ハープスターちょっと特別な話持ってたんですけど、うん、いわゆる外枠でも えー、させまますすよっっていう舞台やったんですけど、まあ去年のアーモンドはちょっと異次,次元が違かったんででもそれ除くとね基本やっぱうちなんですよねまあ、ちょっと八重モの舞台の除きましてうん基本うちなんですよ、えー、ずば抜けた足持ってない限りで、えー、今回ねずば抜けた足をね持ってる馬、えー、去年のアーモンド大やはりハープスターまあ、えー、ジュエラーもそうやったからちょいぴょでうん で今回別にチューリップ賞でもねずン抜けたし見せられてるんはなかったんで唯一おったんがアクアミラビリスがその注目してもらってねゼソエルフィンステークス上がり33秒3と、えー、京都のこの、えー、開催でコバ、えーえー、関係なくやったかな、えー、上がり33秒3は多分なかったらしいです最速だったらしいでまで、あ、このままねそっちまで評価しとったんですけどうんにしてもねちょっと今日の馬場見てるとそれでも届かんちゃう はい、えー、もう4レース、6レース、9レース、10レース、すべて見ました。す、え、べ、ー、てうち、有利、すべて前で決まるというレースですね。はい、えー、その中で今日、シクッと阪神バステークさんですけど、うん、ラッキーレイレ君ね、打目引いたんで、ある程度前つけてくれてよかったんですよ。これ、コースタートやったん、ね、で、子馬のね、2、3番で着いたら買ってたんですよね、多分ね。うん。 やけど、石橋さん相手を控えましたまあ、ビクトリア・マイルを、えー、見据えての競馬しちゃったなってことでうーんちょっとうかつやったね試運転ですねこれタッち悪いははあ立ち悪いうちと前有利やってね分かってるくせにこの立ち回りやからでダイ変ヘア野豊かさんとか分かってるんですよこれねまいってねうんはいまいって粘ってなんぼの競馬やってうち行ってねうん でレッドオルガンもちょっと一辺といの競馬やったらどうかなと思ったんですけどやっぱりこういうね、はい、スローハイペースにかかわらずこの馬群の後ろから四角、まあ、競馬できないとは一んですけど競馬できない馬と、はいえー、ペースにかかわらず自分のペースでいける馬とまたもうち全く性質が違いますんで、はい、やっぱりここら辺ねレースセンスあるいは安上のエスコートですね非常にかえ、ね、重要だなと改めて再認識ですこれ、はい、ラッキーライラックちょっと外持っていってレッドオルガンと同じ力の競馬ですねはい で、馬券決まった方々は、はい、アマルフィコースト2番手、外枠でも前つけた2と、えー、あとはレ、ミキーちゃんもそうですね。はい、3番手、ツイソー。そして、ミエロサクシードですか。ありゃーと思って。はい、えー、もう前目2、3、4番手ぐらいつけた馬たちの決着で決まりましたと。はい、アマルフィコーストとミエロサクシードに限っては、前走馬券カナダ組ってことで,重傷で、ね、重症で。 非常に痛かったですねねこれねラッキー・ライラックそしてレッドルがは外から届かずってことでこの競馬が明日も続きそうですねうんはいうちの前ですか前半、えー、明日、えー、多分ねそんな飛ばさないペースになると思いますんでまあ今日ちょっとどスそやったり、ね、その分もあったんですけどうんまあそれ考慮しても明日多少流れたとしてもそれでもまだ、えー、最後方からの後方一揆は 厳しいか,なだからアクアミラビリスすいませんけど下げました、まあ。来たらもうごめんなさい。出向きやからね,ね。明らかにペースもうまそうですけど、今回諦めよう。うん。もう一回この足が出るかっていうと分からんのでね、吸い残ってるか。うん。前奏出し切った感もあるんで、前奏ね、えー、オープンカット感と、えー、ちょっと苦しい状況だったんで。うん。で、えー、それを考えると、ダンファンタジーグランアレグリアかなと思ってます。えー、まず、大花賞、この舞台、まず初心に変えて、ディーブインパクト参考を抑えるんと。 やっぱ G1 になってくるとディープインパクト安心と止まり、ね、ですし。ね、え、で、ー、枠順は、えー、外寄りの枠歌の方で敷きましたけど、えー、この馬、はい、前、え、走、ー、のチューリップ賞もそうですけど、えー、内枠一番引いてきましたけど、もうゲートだけパンって見て終わりですよね。もうね、スタートがはい、終わり。はい、スタートがいいんですよね。うん。これはね、 でで持ったもんなんな、まあ、ゲート練習ありますけどゲート練習しても下手なもんは、うん、下手なんで、はいえー、あのゲートのデーさえすれば外枠でもある程度ポジション取れますんで、うん、ダノンファンタジーグランアレグリアここら辺、えー、前で競馬できるディープですねえっ、ー、ともう究極のキレ持っとかんでいいんで、まあ、それでもキレあるんですけど、うん、ある程度前で押し込める競馬、まあ、チュリーリップ賞のダノンファンタジーそしてグランアレグリアの場合まあねサウジアラビアとかもそうですけど、えー、前めでをねしっかり捉えるらしい はい、時代性ののくこの糸から買いたいたと思っておりますまあ人気も人気ですしね、まあ、ここなんでしょうね15番8番のワイドが2倍台なんでしょう、まあ、そこでしょうねはいそこやと思ってますで逆に、えー、あとは、えー、不安材料がまずシェーングランズちょっと後方の競馬しか厳しいかなっていうシェーングランズとか ディープですかす。か一応てきまあとエール・ボアは、えー、おそらく、えー、花奪いに行って面白いでこのもまま馬券外してないし500万買ってるしアルテミス3着やし全員スフラグアップ2着とうん。な、え、り、ー、にこなしてるんですけど、うん、ただまあ、えー、花奪った時にマ、えー、イルのアシアと。 さすがに最後マイルの足の上がりは持ってないかなってことで、えー、セーフティリード入ったとしてもまあさすがイングランドアレグリアダノンファンタジーで捕まる足しか持ってないなと思ってるんでちょっと今回はバッチリ打ち止まり、えー。クロノジェネシスこちらクイーンカップ経由がちょっと気に食わんのと、えーまあ、地面のフィールドは、ね、ある程度流れたんで後ろからなりましたけど、えー、アイビーステークスぐらいのね競馬ができればあるいは小倉か前目つければと思うんですけど。 うん、ちょっとこのクイーンカップ経由だけで嫌いますわクイーンカップ経由ほんまにここね立冬、えー、から来た馬でも関係なくなんか調子悪いんでやめときましょう、うん、正直チューリップ賞トーマツ勝つでよかったなって言われったんでまあクイーンカップねナノファンタジ来たか嫌だったんでしょうけど、えー、じゃあそれやったらあれかクイーンカップのタイトルトに行きたいなと思ってあじゃあええわと思ったのと、うんうん、これちょっと経由がね,、うん、ね別に 大箇所を取りたかったら別にねクイーンカップでんでも普通に中立賞2着で良よかったわけなんで最悪3着でねうんここ輸送込みでクイーンカップ来てってことはやっぱ勝ち抜きた分ちょっともしかしたらお釣り残ってない輸送の関係でまた崩れるかもしれないコースコースも変わりますんでねうん,あんまり評価できない、はい、あとアクアミレビルスがさっき言った通り後方一辺倒なら厳しいんとまた今回同じお釣りが残ってるか分かりません、はい その中で今のところちょろっと注目したのがノーブルスコアですね特注部していますうん <laughs> まあうちのディープで、えー、シェングランツより前で競馬できてかつ内枠で岩田さん来ました藤原さんのところでしょういいですねビ、うん、B3 番に福永さん取られたんで岩田さん乗してきたんでしょうけどいいですわこれはいいでしょうはい、えー、今日成績そこまで悪くありませんうんまあ明日 頑張ってください。まあお菓子のレッツゴードンキー並みに岩田さんもレッツゴーって感じなんでは<っ>そんな感じや、はい、レッツゴードンキー以来頑張ってくださいでこのままねちょっと人気なめられすぎでいや成績はそれはあんまり勝ち星しないんですけどはいセレクトセール1億6740万ってことでかなりの了結バーで評価されてるわけですよ D ピンポックっていうのはファイナルスコアなんですけどねうんで えー、新馬戦1.9倍で負けたのとで、しっかり未勝利戦、そのあと勝ち直して、でその後と、ね、いきなりオープン走ってるんですけど、3着、3着、そしてチューリップ賞も3着、うんえー、どのクラスでもその相手なりにね、競馬できるということで、前走もいきなりチューリップ賞ね、オープン3着の成績しかなかったんですけど、ダナウファンタジー、としげるピンクダイアンね、まあ、ほぼほぼ一番審査の3着なんです。そんなに悪くないんで、上がりが、えー、結構使えたのと。うんで エルフィンステークスみたいに前でも競馬できますよ自時代性は確かにある馬なんではいいい状態で出せそう前回はうちをさばいて伸びてきたしそうなんですよあのどこでもどこからでも競馬できるなって感じたのこの馬かなうんはい瞬発力も選手力も強いらしいんでうち乗っても全然関係ないと思います乗りやすいらしいんではやはり G1 となると乗りやすさは非常に特にテンション上がるとワンワンワーワーいう馬おるんでウォーウォーいう馬おるんで 頑張ってください。やっぱり大舞台落ち着くのはディープインパクトでしょう。はい。これは期待するな。人気12倍、11番人気やろ副賞も11番人気ぐらいかこれは期待するぞ。10番人気か。副賞6倍から11倍。万が一ダノンファンタジーが飛んだら8倍、9倍つきますんで。うん。まあ、個人的にクロノジェンス飛んでくれて、副賞が7倍ぐらいいったらいいかなと思ってるんですけど。副賞ならね。頑張ってください。 <タッ>期待するな、ノーボスコアかな、えー。気持ちちょっと印あげとか、気持ちだ。星マークやったけどな、気持ち,ちょっとくあげとくか。やめとく、てててやめとく、やめとく。これ、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 こえ、ちゃうねオ、カトリーヌちゃうね、すみません、どい,い, <laughs> いてください。はい、ということで、こちらはダノファータジーグランレグリア、前でさばけるディープ。明日もスロー、ある程度スローになりそうなで、ね。前でさばけるディープ、かつ、あと、前で内枠で。岩田さんのさばきを期待するノーボスコアでいきます。 はい。続きまして、副賞生活行きましょう。いやい、副賞生活ですけど、いやいやでもだ。はい、じゃなくて、いやいでもだ。えー、どこやったっけなどこやったっけな今日じゃない明日で、ね。明日の副賞生活、せっかくなんで、阪神の場は分かっても、分かってるんか知らんけど、まあ、分かってるんか知らんけど、分かってるでしょ、言って。はい。ここで行きましょう。お、ハンプルックキャップですか。はい。この舞台、もともと昔は阪神2、4ぐらい使ってたやったかな。ちうか、ったっけ確か、もともとアルゼンチンん何やったっけ目黒記念かな。い 直結すする舞台だったんですけど、はい、最近は阪神の専用音と距離短縮で使われるようになりましたよと。うん。で、えー、じゃあこの舞台で何選ぶのっちゅうこと、宇宙悪なんていう、ババの関係で選んだんですかっていうと、えー、ババの関係、すみません、結局無視しました。あっちゃっぱ <laughs> すみません、あのね、ばばね、ばばばでね、ここ選びましょうよって言われて、ババ無視するこれ、うん。結構無視した。うん まあちょっとちょっとちょょっっとと考慮するけどだいぶた。うん、はいここパパで選ぶんじゃなくてなんでこんな舞台を選んだかっていうとはいのの手前のレースですははい、はいもう毎回ワンパーターンで打てますね、はい、g 1の前のアンチは試運転が多いってことでほんまかってことで、まあんまかもしれないかな、うんからとりあえず、えー、デムちゃんとルメッちゃんは試運転しとこう、はい もう試運転、はい、もう試運転、適適当、当、結構適当試運転はい、こいつらは多分馬券からまあ、うん、多分こいつらはグランアレグリアと、はい、アクアミラビスのために多分試運転、はい、どちらもね、えー、吉村さんのとこもねアクアミラビスとジョイフルってことであとグランアレグリアと、えー、こちらは藤沢さんのとこやったっけミ、えー、宮かってことでまあ、えー、こいつらが着外になったところで多分起こりませんわ、えー、そういったら G1 頑張ってくれておりますのでここの、えー、リンク制うん はレ、い、ンチャンで吉村さん藤原さんところで、ね「まあ、こいつらは試運転でいいですといと」と、うん「今回は試運転してくださいと」と、はいはい「無理せずに落馬しないようにしてくださいと」とはいでそうなってくると誰イヤぶかっていうと「じゃあそうなったらねあんじゃ北村優一さんのところも、はい、クロノジェネシス乗りますんで、ね、北村さん無理せんどこか」 あんじゃ、豊川さん。あんじゃ、俺もや。じゃ、俺も、俺も。って言って。あ、そうなんあんじゃ、福永さんも。あんじゃ、池添さんも。おら、みんなとか、松山君も、ええーと思って。石橋さんも、ああ、そっか、ウィール・アウェイ、こう。おららら、と思って。で、残ってるんが、はい。えー、名称系メモ、古岸さん乗るんで、残ってるんが、はい。脇山さんのプールビルですよ。残ってるんが、もう何回目、これ。はい。藤岡ケイティさんと、ね。 はい、あと、サッチーさんですね。この2頭しかいませんよ。あれはどちらの、どっち選ぶって言って。はい。ケイティさんのまあデスティニーソング。あれ、デスティニーソングって言ったら、中京とか左回り専用校舎やろそうですよね。東京専用、新潟専用、中京専用で走るんで、あれ、これほんな関心ちゃうやん、と思って。やめとこうと思って。ということで、こちらで注目しましょう。はい。グランドロアですね。はい。安情、サッチーさん。サッチー、サッチー、レッツゴー、サッチー、レッツゴー、レッツゴー、ッゴーサッチー。 <laughs> あもういすでた、はいでです。すただね、条件が悪条件が揃います際、はい、なんと連投マジかいけるんか連投できるんかっていう心配と連投、うんはい、できるかって心配とこの馬大メジャー3クラシック全体成績見ますとなんとややおもおも不良で好成績でやばゼ0317ってことであれあれゃと思って明日パンパン濡れ棒ですよと思ってるんで不安材料ただ阪神に限っては2回しか負けてません馬券的にはいということで半々な確率なんでまあ えー、やや馬じゃないんですけどこう買っときましょうか、えー、おそらく逃げる馬なんで、うん、明日の馬を考えるとこの馬こうスタートこう出しさえ切れば残れる馬かなと思ってます人気も出ませんので、えー、っとマークもされませんはい他の馬たちもマイク馬たち多いですけど極端に花を奪わなささそうなんででこの頑張ってくだいで特ににそのねっ言た極端これ結構重要で、えー、この馬のね、まあ、やや馬、まあ、関係あるのか知りませんけど勝ちパターンが。 前座もちょっとやや山だったんで参考になりづらいんですけど八重、はい、山の舞台で前半前飛ばして八重山で前半が34秒4これ多分明らかに速いんですよね。はい姉妹セーフティーリード張って逃げ切りましたけどうんこれね八重山の適正ちょっと覗きますとね前半34秒4でいって姉妹が12秒8かかってるんですよね。ってことで。 えー、最後確実に姉妹化するまじゃないんでどんだけ前で貯金できるかが重要なんですよね前半600800でうんでそれ考えると、えー、2走前惨敗しましたけどまあちょっといろいろ範囲ありましたでしょうけどこのまま、えー、600m35 秒6と明らかにスローで通過したわけですよねうん。ってことで、はい、範囲は明確、えー、勝因も明確はい、えー ペースです。はい、以上です。はい、京都戦4、軽いばば、両ばでも走れんことないっていうことで、3走前ですね。はい、えー、こちら前半で、ね、飛ばして34秒9です。早いと思って、はい、もう前の馬たち置きたりして、後ろの馬たち置きたりしてるんで、うん、はい、直線入っても置きたりです。うん。で。 え最後ギリギリダイアトニックに捉えられましたけども正直価値に一品色なんでもうんどんだけ前で貯金ができるか貯金貯金前で貯金前で貯金前半で貯金貯金三ハロン貯金前半 3F 貯金貯金ありがとうございました最後チューンで押オされてゴーリンもうほなさせ離させたんではいでこのダイアトニックからでしょ1 4倍負けたし前奏ダビキョで4着やしはいまあ、これ考えるとやはり、えー、この グランドローも同じこの同条件なら買ってもいいんじゃないかなと思ってますうんはい500万買った時もペース良かったんちゃうんでしょうね500万クラスでもう35秒0でいったでしょ絶対ハイペースですもんねこれ姉妹さん13秒1でしょもうん、ワンパターンですわ阪神の坂でしょまあこんなもんでしょうねはいまいって最後ネバってなもんでこのまま、うん、コンマ8だしね頑張ってください両方の 2, 2着は もう30秒以降でいってますんで、とりあえず35秒内で前半、もう今の,のババやったらさ34秒台前半行ったら死ぬか。でもそれぐらいでいかんとはかんぐらいのババやと思いますわもうとりあえず早う逃げてたはずです。頑張ってください。貯金できてなもです。はい。セーフディーリードを引,っ引いたー勝てますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、解、え、明、ー、の方を戻りましょう。